はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安でございます。白血病闘病生活の気晴らしね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、これはね、岡村隆子さんの公式ホームページに載ってたんですけども、再帯血移植を乗り越え、現在は移植後完全寛解という状態にあります、というのをね、つい最近知りました。1ヶ月前ぐらいのね、表示だったんですけどもね、再帯血移植をされたんですね。僕は抗がん剤で寛解されたのかと思ってました。その寛解なんですけども、移植後完全寛解という状態というのはですね、完治じゃないんですよ。病院の先生の考え方によるらしいんですけども、僕の病院では5年寛解が維持できれば完治でしょうと言われました。いや、長いですね。その寛解をね、維持するために免疫抑制剤なりカビ菌を予防する薬をね、飲み続けるわけでございます。そしてその間の体のね、状態などを、経過をね、確認するために通院をするんです。移植のね、種類によって副作用がいろいろあるんですけども、岡村隆子さんがされた再帯血移植はですね、副作用がほとんどないと言われてますので、粘膜障害などはそこまでないとは思われます。お仕事柄ね、やはりすぐに歌われると思いますので、そういったことも考えて再帯血移植を選ばれたんでしょうかね。退院後のね、ことも考えての移植を選ぶことは僕はちょっと盲点でしたね。でもその時は再帯血移植とか知らなかったんで、知らないです。これからね、移植を待っている方など、考えている方はね、体の状態などを先生とよく相談されて、再帯血移植もこう視野にね、入れてみてはいかがでしょうか。これはでもほんまによく話し合ってね、考えて決めてください。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。